我が女性局の幹事長でいらっしゃる松浦女子局今日純不動でございますけれども辻村智子さん山本ヘルミさん山本剛さんですか、はい、田中裕太郎さん、まだいらっしゃいませんか、桜井翔太さんもいらっしゃいませんか、それから上野先生もございます。これもお伝えさせていただいております。どうぞ先生、はい、中野先生の、はい皆様、あけましておめでとうございます。女性塾は、塾長が山谷恵子先生で、そして、相談役が、伊藤玲子先生、第1回目の幹事長、で私は2回目の幹事長をさせていただいております。奇数日の第3水曜日に例会をやっておりますので、また今後ともぜひよろしくお願いします。で今日はたまたま18日までグレンデール氏の視察に行っておりましたので、それじゃあ一番ホットニュースをテーマにしようということで今日はそのグレンデール氏に行ったことをテーマにしたんですが最初は人数がこう少なかったんですけどテレビとか新聞でご覧になったらしくてわーっと突然人数が増えましてちょっと申し訳ない立ってる方もいらして申し訳ないなと思っておりますがよろしくお願いいたします。最初はですね、9月の6日に、アメリカの大使館に、地方議員その時は111名の賛同議員がいまして、そしてその111名の賛同議員で行ったのは5人の議員が、そのアメリカ大使館に抗議書を持ってきました。でその時に、一等書記官のベネットさんという女性とっても素敵な女性でしたがその方と約30分お話をしましてでその時にこれは、慰安婦像設置は国の意思ではありませんとそして地方議会で議決したものなのでそれを抗議することもできますよということをおっしゃってくださったの でその帰りに山本ヘルミさんがじゃあ行こうよって始まってそこからなんですそれでじゃあ見に行きましょうかという単純なじゃあちょっと見にとにかく物事っていうのは見てみないとわからないので行きましょうというところから始まったんですがその後賛同議員が増えまして一番増えたのが12月の25日に産経新聞に大きく載りましてそこから、みんながバーッと賛同議員が増えまして今賛同議員が322名です。それで自民党さんしっかりしてほしいなと思ったのは、ありがたかったのは、茨城県議会議員自民党の会が全部まとめて賛同議員になってくださってそれからあと千沼議員の足立区議会議員も自民党がパッと まとまって松田さんをプレゼントというか何かと思った参議院が全部書いたのでそれで結構自民党の会派が増やしてくださったというわけでそれから、国分寺の九水議員もバッと自民党ですよね保守系の会派 のバッとまとめてくださってそれで322名今2名ですねありました。本当にそれは私たち行ったのは13人なんですけどやっぱり賛同議員がそれだけいるっていうことはやっぱり力になったんじゃないかと思います。皆さんちゃんと票を持ってらっしゃるのでそれだけの人数だけではないということですよね。本当にそれはありがたかったと思います。で今回はグレンデール市に行く日を見に行くのほかに近くにブエナパーク市というのがありましてそのブエナパークの女性の市長さんが、アメリカにこの歴史問題を持ち込むことはならないということで反対してくださったおかげで、立たなかったという経緯があります。ですからそこには抗議ではなくて、公正公平な目でその良識ある選択をしてくれてありがとうということを言いたくて行きますとお願いしましたら慰安婦という言葉を使わないでほしいというんです。現地の人で議会の方もなぜかというとせっかく今下火になっているところで、その言葉を使うとまた韓国火を吹いちゃうので使わないかもしれない。でも慰安婦ことを使わないで、ありがとう、それから日本の素晴らしさを言うって難しいなと思ったんですけど、
まあやるしかないなということで頑張って現地の方とすり合わせをしながら何度も何度もメール交換したり電話をしたりしながら原稿を作って、まあ英語ですよね。で原稿を作ったんですけど、英語で最初一応言った方がまあ親密感があるかなと思って英語で言って、最後もちょろっと英語で言おうと思って英語でカタカナで書いて、英語できないんでカタカナで書いてたんですけど、向こうの議会は日本の議会とちょっと違ってて、日本の議会は住民の代表ですよね。で向こうは住民の代表ではなくて、なんか裁判官みたいな感じで5人の議員がバッと前にいると、このなんか被告席みたいなところで喋るんですよ。多分住民、それで傍聴席が50人以上あったんですよね。その住民 の代表が言いたいことをそこで言って5人の方が議決するっていうパターンなんです。だから日本とはだいぶ違うなと思いました。それで議長さんが前の女性の議長さんから変わって、ちょうどその慰安婦像を建てようと言ってる韓国系の議長さんだったんです。あれが議長、あ、市長、市長、市長、ごめんなさい、市長さんで、向こうは市長さんと言ってもみんなが選ぶではなくて、5人の議員の中から持ち回り、1年おきに変わる。だから日本で言えば議長みたいなもんですよ。まあ、議長を兼任して、でその市長さんが目の前にいて、で私は被告席みたいなところに座るになってるんですけど、なんていうの、トンカチみたいにタンタンって入れてやるのが会社の合図なもんですから、それ聞いた途端上がっちゃってで真っ白に頭になって、でカタカナで書いてあるの、もう前に置いた時に読めなくて、で名前差し入れなさいっていうか、マイネームヨシコマツラだけは言ったんですけど、その後なぜかカタカナ読めなくなっちゃって、でまあしょうがない、一生懸命やるしかないの で読んで立つで思ったのは、中学1年生の授業を読めなくて立たされちゃったような、そんな感じだったのそれでその後日本語になったら、まあきちっといつも通りやったんですが、日本語も読み間違えちゃったりして、ちょっと散々だったんですけど、ここ議員さんが十何人後ろに座ってるじゃないですか。そうするとすっごい上がってたって言われて、それで瀬沼議員が肩が触れてたから肩を押さえてあげたかったって言われたぐらいにちょっと上がっちゃったんですけど、でもすごくいい勉強になったと私自身も思ってます。で、今回ね、議員は13人にもちろん行ったんですけど、ありがたかったのは13人の議員から、もちろん旅費は全部自費ですよ。それで区議会議員と市議会議員は調査費、海外は使えないんですよね。だから全部自分のお金でやるしかないと。で、食費とそれからバスとその他5万円ずつ集めたんです。でもどうも計算すると、記者会見の時の会場費も高いし、それがもうものすごくかかるんですよ。それである人に、お金、いや自分が私が前に2、30万出そうかなと思ったんですけど、言ったら、じゃあちょっと支援してあげるって言われて、 その人の言葉から励まされて、みんなに支援をお願いしますっていうことをちょっと書いたら、結構バーッと一番多かったのは20万円で、少なかったのは1000円でも、とってもありがたかったです。皆さんの気持ちが本当に結集したという感じで、でそれもありがたかったです。それから今私のホームページのやっと自分のホームページにちょっと書きましたけど、一番すごいのは山本ヘルミさん、ヘルミチャンネルっていうのをやってるんですよ。で、多分ヘルミチャンネルだと上がるんですけど、まだ編集してないので、今のうちだったら生 その動画が見られますので、多分編集しちゃうと違うくなっちゃうので、もうね、騒いでるところから、もみくちゃになってるところから、私がピースしてるところから見られてますので、ちょっと認めないんですけど、本当そんな感じで頑張ってまいりました。で、ウェーナパークはそういう状態。それでね、ウェーナパークで、見せたのが、言葉だけでは伝わらないかなと思って言ったのが、これが、アメリカ軍が、友達作戦で審査局に来てくれましたね、仙台空港に。で、その仙台空港に来てくれて、その後、帰るときに日本人が砂浜に、ありがとうという枯れ木で書いたんですよ。でそれをその、軍の方が写真撮ってご覧になって、すごく感動したということがあったんです。そこで本当に日米の絆が本当にもうまたきちっとね結ばれたなというのを感じました。その話から、で皆様方の気持ちは忘れませんというところから入りました。そして、
あと経済でちょっと英語で書いてありますが、経済で日本はアメリカ、南アメリカですよね、カルミアですから、南アメリカに 71% の経済的な交流がありますと。でちょっとあれだったんですが、韓国は 5% ですと、これ本当に言ってなくてでもそれ言うあまりね大きなこと言うことはありませんで、こういうのを見せて、それから、日本は、2600年以上の歴史があって、で125台の高校室があるんだということを言って、それから去年は20年に一遍の戦軍の話で、戦軍の時に女性が一番前を歩いていましたよって印象的でしたっていうこれを見せながらお話をしました。そして最後に、日本は女性も男性も区別なく教育を施している国ですと。そして、1000年前に紫式部や清少納言が、小説書いてますよね、その話をしました。そして、もうすぐ東京オリンピックもありますので、ぜひ日本にいらしてください、おもてなしいたしますということで締めましたあの文章というか内容は良かったと思います。ちょっと読み方が間違っちゃったみたいだったんですけど、まあ、そんな感じで頑張ってまいりました。あとは他の方が全部受け継いでやってくれると思いますので、よろしくお願いいたします。では、狛江市議会議員の、辻村智子と申します。私は今回、この3年ほど、ずっと勉強してきました、この日本の素晴らしさをどうやって発信するのか、こういったことに直面しながら、やはり教育は国家100年の計ということで、教育を中心に狛江市、東京都の中でも一番小さいんですが、日本の中でも2番目小さい市の中で、市議会議員をしながら、去年は領土のことに、青年会議所の中で一生懸命取り組み、本年は、自立して自分で何をするのかなという中で、やはりこの、去年10月にアメリカ大使館に行かせていただき、ベネット書記官に先ほど松浦先生に行いました手紙を渡した時にですね、国が関与していることというのは市議会に正式に抗議ができると、そういう話を聞いた時に、私たちは物をなかなか発しない、奥ゆかしい、国民性を持った日本人ですが、物を言わなければ歴史がどのように湾曲され、それを100回言えば本当になるという近隣の国民性の持った、その国にですね、世界で、日本人がしてないような、歴史の湾曲された歴史が事実のようにわかり取ってしまう、こんな現状があることを学んでましたので、これはやはり世界に行ってしっかりと発信をしなきゃいけない。しかも自分で見てみて感じたことをしっかり伝えていき、良識あるアメリカ人をはじめとしたアメリカ国民に、アメリカの建国の義であります、やはり自由と責任というところの前に、どんな民族の人でも受け入れて、どんな民族の人でも平等に、公正に、そしてそこの国で互いに力を合わせながら生きていくという、こういった精神を本当に分かってやっていることなのか、これ正しておかなきゃいけないなと、そのように思いまして、私も2人の5歳と10歳の男の子がいるんですが、子供の母親として、しっかりと話を聞きに行かなきゃいけないと、このように思いました。このきっかけにはですね、もう一つありまして、元狛江市民の住民の方で保護者の方、そして私は成城学園出身なんですが、初等科の時に一緒だった仲間がですね、あちらのロサンゼルスに住んでいて、どうも韓国人の人からいきなり一度子供が吐きかけられたり、電話するんだと。それはどうも15年後の日が経ってからそれがひどくなっているようだと、こういうような話を聞きました。しかしそのいじめの実態というのが不可になるという領事館の話があったので、これどうなってるのかなと、こういうこともあり、これはもしかするとなかなか国会議員の先生たち行かれたり、他の市議会員の人たち行かれたりしてますが、女性で、保護者と同じような世代の人というのはそのメンバーにおりませんでしたし、私たちは市議として、市議というのは町のいろんな細かいことを毎日相談を受けて解決していく仕事をしていますので、もしかすると話しやすいんじゃないかなというふうに思いまして、何かお役に立てればということで、微力ながら、そのような気持ちですね。実際にですね、まず向こうに行きまして、初日ブエナパーク市の方に
ましたところ、松浦先生のスピーチ、確かに先生上がってたとおっしゃいましたが、迫力ありました。やっぱり英語のところはですね、当然私と稲山先生ということで、ここスラッシュ入れて顔を見てくださいとか、松浦とかでやってたんですけど、なかなか、戻りいかなかったとおっしゃってますが、私は立派だったと思います。そしてその後、日本語になって流暢な、当然、日本語で言った時にですね、向こうの議会の方たちは、顔はそれまでの間、ちょっと可愛らしいなっていう感じでこう、ご覧になられた方もいたんですが、一気に顔が引き締まりましたね。やっぱりこのね、迫力あるやっぱりこの訴えですね。それと同時に訴えといっても、私たちは芸能パーク市では感謝の気持ちを伝えるということで、何も喧嘩しに行ってるわけではないんですね。向こうはですね、おそらく私の反応ではこのですね、写真を、方式としては日本語でお話されて通訳の方がお話しする、私が実はこれを持つ役だったんですが、日本語でこう話されるとその内容になるものをこうやって上げてたんですね。そうするとあちらの方がこの絵を見て何を話しているか想像する。だんだん日本語になった時にですね、言語も違うので分からないでしょう。また松井先生がキリッといきなりしたのでプシッとこうなったのがあったんですが、この絵が出た時にどうも女の人を十分やふの話をする、女の人について何か言ってんじゃないかというそんな形、そんな感じがこうしてきまして、向こうが恐る恐る聞いてるのはものすごく分かりました。しかしながら内容は大変日本の由緒正しい、本当に後期2675年です。こんなに続いた伝統と文化あふれる、国民性だということが分かる素晴らしい内容でしたし、日米関係がこれだけ誠実に、戦争をしたのは、日本と韓国戦争してませんので、そういった意味では日本と戦争したアメリカがこんなにですね、友好関係築いてるんだということが分かる内容で素晴らしかったです。ちなみにですね、その日は韓国、アメリカにおける韓国人の日、アメリカにおける韓国人の日という日だったんです、たまたま。で私たち、それ存在しに言ったんですけれども、確かに終わった後にちまちょぼり来た人が行って睨んでたりとかですね、50人ぐらいこう後から来たらしいですが、韓国の人がこう来たりしてました。そういったことをですね、韓国の新聞は翌日このように報道してました。松浦議員は圧迫的、外国、迂回して韓国を圧迫したつまり、経済のことなんかをですね、取り上げて、あちら 5% だけど、こちら 7% だぞって言ったら、おそらくそれに当たるんじゃないかと。そして、慰安婦のことは言わなかったけれども、慰安婦について設置しなかったことを称える内容だったっていうふうに韓国は言ってました。そしてさらに韓国の新聞は、その後、一言、想定されていた日本人と韓国人の揉め事はなかったそれはですね、私たちが飛び立つ前にですね、三冠決起300人日本地方議員、アメリカに上陸なんて書いてあるから、私たちがやりを持ってですね、行ったんだと思うんですよね。しかしながら、そういった、本当に大国としての大人の対応を私たちはさせていただこうということで、松浦先生のぜひ全文は、なんか機会にですね、皆さんお会いになられたら、ぜひ読んでください。ホームページ本当にね、素晴らしい、大きな、国はこうあるべきだということを示せたと思いました。このような韓国の人たちはもう私たちが槍を持ってきていると、そう思っている中ですね、次の日は領事館の方に、行きました。日本の領事館はどんなことをしているんだということは、1週間前に新見総領事の方にですね、日本に帰国されたということで、9人で伺い、1時間半もお時間をいただきました。ありがたかったなというふうに思いますし、日本人の心を持った本当に素晴らしい方だったと、そのように認識もしています。公の場では言えないけれども、公になると、言えないけれども公じゃないので言いますと、やはり皆さんの気持ちは同じなので全方位に持ってきてくださいということで資料もいただいています。しかしながら、やはり現状はですね、さまざまな方が領事館にも働いていらっしゃって、さまざまな考えの方もいらっしゃるということで、実際お会いした時にはですね、子どものいじめについてあるんじゃないかというのを話した時も、都市伝説だとそのようにお答えになることもありましたし、しかしいじめがないというふうに断言するものではないので、窓口を広げていると言って、本
ページにそういうご意見のところとか学校に出向いて話したりしていると。また総領事は領土の問題を伝えることで、まあ、竹島の問題も、ドクターは韓国のものだと言って殴られたり結ばかれたりするような事実がある中でしっかり自信を持って、話せるようなことをしているというようなお話でした。さて皆さん、私はここでもう一つ、問題があると思ったんです。まあ、その後後から出てきます保護者の方と話したんですが、日本の教科書ですね、使われている教科書が、本国に日本に帰った時に世界中の方が帰ってた時にすぐ馴染めるようにということで一番シェアの高い中学校で言えば 60% 以上のシェアを持つ、まあ、ある、書籍のですね会社のものを使っているんですけども、そこにですね、竹島の、ことに関しても、まあ、一部をチロッと書いてあるだけ、まあ、南京市と何にしてもいろんな考え方があるという両方併記するような書き方をしていて、自信を持って本当にこの国の主張ですね、政府の見解が入っているとは言えない教科書を使っていました。本当にこれでは大人たちが、保護者が何か聞かれた時に、だってお母さん教科書に書いてあるように日本が悪いことしたってというふうに答えたという報告もその時上がってきていました。自信を持って日本のことを伝えられないような教科書を使うということは、特に海外で方たちは、私はある意味でものすごく素晴らしい、まあ、広報宣伝者でもあるわけですよね。日本のことを伝えている伝道師でもあるんじゃないかと思うんです。そういう方たちが歴史認識において戸惑いを覚えるような教科書を使っているというのも若干問題があるのかなということを感じました。ある保護者の方が日本から取り寄せたお話があるんですけど、そのうちの一社でちゃんと記述がしっかりしているものを領事館に日本から送られてきたものが素晴らしいということで見せて、こういうことを書いてどう思いますかと言ったら、確かにその通りだと思うと、でもこれ持ってますか、この教科書持ってますかって言ったら持ってないと、それがなかなか難しいかなというような話で、やはりもう一つは領事館の主軸にですね、日本の、まあ、発信拠点である国というところが正しい歴史についてしっかりと伝えていくということに対して、今の総領事はとてもご自身で言われてますけども、そういうことがしっかりと総領事が変わられても続けていくような、こういったことというのは一つ必要であるし、教科書の先生の仕事に関しましても今日お願いしますが、ぜひちょっと見直しを少しそこをしていただけたらありがたいというふうに思いました。これ保護者の方が実際教科書を見て、これじゃあ君もそうじゃないって言ってるんだから、私いくら言っても信じる、子供でさえ信じるのに伝えられないということだったということです。そうしましてですね、それから司法省の論馬小林さんという方と話しました。いじめの事実が、名前が、場所が、こういったことがしっかり分かれば動くことができるということでした。しかしどうでしょう皆さん、私もそうです、日本でもそうですが、いじめのことっていくら聞いたって自分からなかなか言えないのが現状だと思います。私はそこもですね、しかるべき、匿名性をきちっと確保しながら、日本人の中でも法人同士の中でも、安心安全、法人同士の中でもやっぱりこういろいろね、こう言ったり言わなかったり、まあ、こういう考えをしたり考えているんですけども、子どもに関してのことだけは政府が少し配慮してですね、この保護者の方からちゃんと意見が伝えられて対応ができて、それが司法省に行って、それがまさか韓国人の方たちに漏れるようなんてことがないような、まあ、住社会でもありますから、そういうふうになったらいいんじゃないかなというふうに私は感じました。さらにですね、あと日米会館で交流会を日本人会で行ったんですが、やはりアメリカで一人でやってるぞと言って来られた方たちばかりですので、正直ですね、今こういうおとなしい感じでこうなってます。私たち同じようにためらわせてたたいて立てたんですが、ですね、まあ、なんていうんですかね、修羅場、私の時のちょっと修羅場、怒鳴り声がブワーッと来て、ハンダーマーマーマーとかですね、うるさいのとか、もう相手はもうなんとかでも、めっちゃドラさっきとかですね、こういうのがパネリストの中からも発せられて、向こうからも来ると、一瞬こうどうなるのかなと思いましたら、自然に空回った後、ガキガキとしてるんですね。まあ、これは文化の、違う文化になってしまったということで、激しい方がいらしたということだと思うんですが、まあ、日本人の組織というのは、人物の金、これは韓国や中国のように、今回の慰安婦像だけでなくてです、ね、各、そういった
まあ、運動に何も出てないという中で、まあ、こういう韓国が私たちが行ってからですけども、世界記憶遺産に慰安婦像をするという発表があったり、20体、しっかりとやるようにエールを送ったとかですね、領事館の方にですね、アドサンゼルスを始めとしたアメリカの情報を表示したというような話がある中で、やはり日本政府は今は外交問題にしないという点だけで大人が対応ということだけを話されて飛びましたけれども、実際問題、日本人のそこに住んでる彼らたちは何とかしたい、日もこれ嘘だから越装だしおかしいから何とかしたいというようなこの思いがある中で、活動が大変なんだ、日本中まとめるのも大変だし、テレントをやるのも限界があるし、かといって情報だってそんなにスムーズに入ってこない、まあ、こういうような必要な悩みもお伺いすることであります。なんとかそこもですね、何かできるというふうなことに思います。ちょっと私は次のグレンデールに行く前もここで一度おしまいに関する一つだけ、まあ、グレンデールの日があったんですけども、ブエノパークのショッピングセンターに韓国個人の韓国人の方が建てた日がありました。ちょっと携帯にも入ってますが、もう女性のちぶさがですね丸出しになってて、裸の女性がうずくまってて、そこに先生ご覧になってください。日本の日本兵の文服を着て、ちょっと変ですよね、これ星とか変なんですけど、どこのあれかなという。でも、こういう銃を背中に突きつけてですね、裸の女の子に脅してて、その後ろに、ですね、その、性奴隷という、私は性奴隷だということで、20万人という、しかも性奴隷というのは、私は日本軍の兵士の性奴隷だったから、で、20万人という、どこから来たのかわからない数字が書いてありますし、フォースということで軍事的な強制的に慰安婦にさせられたということで思いました。まあ写真も見てましたし話も聞いてました、だから分かってるからこそ言ったつもりですけど、私はですね吐き気がしました。私の尊敬する総理も渋谷で苦しんでであちらの町をしっかり整備するのに指揮取って頑張ってきたって言ってましたけども、やっぱり日本の先人たちをこのように貶めることを、0歳から、10歳ぐらいまでないと性教育は必要はないですね。でもアメリカ人だとかどこの人種の人もそこ歩く人は全員そういうものを見るわけで、さらにその、見たくないその猥褻なものを見せてはいけない、こういうものに条例に引っかかんないのとかですね、さまざま聞きましたけれども、ゲリゲリのところらしいですけど、本当にこれはひどい。しかもアメリカ国旗と韓国国旗があって、その真ん中に火があるんですけど、その真ん中の火のところに曲述機があって、あってですよ。それで日本の兵隊を送って女の人に、裸の人に銃突きつけて、はい、許しがたい。こんなことが許しがたいって、国際的にも他国の国旗を侮辱するようなことなんていうのは、そのやった国民が卑劣ですし、正直言って民度低いってみんな思いますよね。よくこんなものをね、立てるのが恥ずかしくなるのかというふうに思いました。バスでですね、移動するとき、私、海浮かばを歌って、後で話があると思いますけど、言ったんですけど、やっぱり安くに乗る英霊の方たちも嘆き、ね、お招きになられているんだろうと、そのように思いました。保護者としても、こういったことを小さい頃に見せることは良くないということで、訴えていくのもいいんじゃないかということで、今、調べてますので、またこれからも、地方議員一丸となって、やっぱり頑張っていくとともに、やっぱり、ぜひ政府にはですね、本当に涙が出ました。本当悲しい、このあまりにもひどいこの日が一回もこれ以上経たないように、一回も絶対やらないと言ってもらえますかと領事でちょっと思わず私は力を入れて言ってしまったんですが、ちゃんと後ろに引っ張ってください、こうやってくださいませと思わずこう言ったんですが、その時には一回も立てない気持ちでいるんですよ。でももしかしたら立っちゃうかもしれません。そういうことじゃなくて一回も絶対立てないということで何とかしていただきたい。この談話撤回、そしてやはりちゃんと声を出して目に見える形でこれは違うんだという抗議をアメリカおよび世界に対してしていただきたい、このように言いました。以上で私は今までのことでありがとうございました。そうですね、こんにちは、東京足立区の瀬沼と申します。1年半ぐらい、もう2年になりましょうかね、足立区に山谷先生をお呼びして講演を、ね、来ていただいて大変に、
日本の核あるべきという講演をいただいて、それからでしょうかね、身を入れてこの日本の名誉のために働かなければいけないという思いをしました。そしてまた今回この彼女たちがですね、勇気を持って、アメリカへ抗議に行くということで、なでしこ行くんだから守るやつも必要かなと思ったんですけど、全然その必要がないです私よりも強いんですよそれは素晴らしい行動でしたし発言でした。そのことを皆さんにお伝えをしたいと思います。今、話がありましたけれども、領事館本当に日本のためにやってるんだろうか。現地の人のお一人お一人の声にも領事館に感謝をしている言葉は一言も聞かれませんでした。大変不審の言葉ばかりでした。主席領事が長い話をしたついでにこんなことを言ったんです。私はたくあん嫌いでくる。キムチが好きだって。日本の主席の領事さんです。そうであっても言ってほしくないよね。そういう人が日本を代表して赴任してますから、あの地元の方々は本当に大きな声で、時には泣くような声で、日本が日本の中から自分の国を悪いと言ってるじゃない、自分の国をいい国だと言わないじゃない、そしてこんな矢を立てられるもとを日本人が、日本の政治家がやってるじゃないという、本来敵に向けるべき言葉がその前に身内に対して悲しいから出るのが現状でございました。どうかそういう意味で私ども現実の世界の中で今回も争いにしないでほしい、大きな問題にしないでほしい、できるだけ穏便に帰ってほしいという領事からのサジェスションで、できる限りそれに近い形を取ったのでございますけれども、これは戦いという場に戦うという気持ちに持っていかない限り将来の解決はないのかな。このように私たちは今回も紳士的に本当に言葉に気を使って、言葉の音質を取られないように、そんな行動でございましたけれども、これでは済まないんだな、これではいくら私たちが紳士的に彼の父を思っても、あの憲法全文じゃありませんけれども、これは通用しないなということを認識いたしましたので、私もそして今いる議員団もこれ以上に思いを新たにして活動するというふうに思います。ご一緒に頑張りましょう。皆さん、明けましておめでとうございます。全港区議会議員、日本維新の会、山本博美と申します。今、先生方が報告された内容は、私も現場で映像に撮ってまして、全くこの編集を加えずにですね、生々しい状態であえて、アップしておりますので、私のホームページからリンクしてみますので、よろしければまたご一読いただければと思います。で、私は主に現場の話を中心にしたいなと思っているんですが、イヤホンの前で、ちょっと見えづらいかもしれませんが、こういう横断幕をですね、子どもたちの心が高まくなるための手をというですね、いうスピードを出して、で、イヤホンの方ですね、私は改革付きのイヤホンをつけますけど、こういう前にこういうことをしました。で、桜井修道松尾市議もご覧になったら、最初に第一発見者はそうなんですけど、まずですね、このイヤホンの横に碑文があるわけですよね、この碑文にですね、I was はセックスレボーでジャパニーズミリタリー、これカメラ回ってるとなかなかこういうのははばかるんですね。私は日本軍の制度例だったって書いてあるわけで、ちなみにこの場所というのはね、公園なんですよ。
で公園でこれは別にどこの国で移すのは大人で見れば子供もいるわけですね。子供を遊んだりするわけですよ。そういうところにですよ、私は日本のセドリだから書いたものがあってですね、そういうのを親子連れとかお母さんたちが見てたら、あれ子供みたいな、ママ何これって、どうやってこれ説明するんでしょう。こういうものが、しかもでかい字で書いたんですね。でしかもですね、ベイビーサンダーズ・ウィミン・アブダクティッド・ソーブ・エイシア、チャイナ、コリア、インドネシア、タイなどとか、要するにアジアの国々から20万人のですね、女性が連れ去られたと日本国で書いてあるわけです。でちなみに今回、前回アメリカ大使館に行った時も、そして今回もあの持っていったアメリカ軍のですね、資料がありまして、この公文書館から1943年、昭和18年のビルマ戦線でアメリカ軍が、そのヤンさんたちにですね、この事情聴取したという記録があるわけです。でそこにはですね、ちゃんとその雇われた、まあ、昔で交渉軍というんですか、要するに買収軍だけどちゃんとお金をビジネスでやってることが書いてある。で松原先生がその後なんか余計なものからよく何を書いたのかと思ったらですね、この者たちはやたらと自己主張が強くて協調性がなくて、アメリカ人の目から見て日本人の目から決して可愛くないとか書いてあるとか、男性中心でいるとか、そんなことも書いてある。そういうものがちゃんとあるわけですよね。ですからまずここまでもう歴史が捏造されている。でさらにですね、ジャパニーズ・ガバメント・アクセプト・ヒストリカル・レスポンシビリティ・オブ・ゾーズ・ゾーズ・クライム、つまりこれらの犯罪行為に関して日本政府は歴史的責任があるということを受け入れたって書いてあるわけですよ。ところがですね、これも現場で辻村議員が声を大きくしてメディアに説明していましたけれども、2007年平成の時のですね、安倍第一次安倍内閣ですね、平成19年、この際にですね、軍による強制性はないということも言ってるわけですよ。つまりもう全部それが説明されていることをあたかも一方的にですね、日本が協力してああいうことをしたということを書いてるというですね、大変ですね、日本人としてはですよ、捨ておけない。ほっとけない、とんでもない、ような気分になっている。で、実は私もこれ行くときにですね、地元のお相手連中から、あんなもんお前、取っ払ってこい、ぶっ壊してこいとかいろいろ言われたんですよ。まあ、さすがにですね、来年選挙行きたいというところもありますけど、外国行ってですね、私自ら機密損壊だってアメリカが増えてるやるわけにもいきませんので、まあ、これね、内容的には不本意ですけど、一応これも機密ですからね、やっぱりまた変な感じになってもいけないんで、私は逆にですね、この住民安保通り逆に語りかけるました。今日は暑い日、暑い中座ってて心がですね、ところで、あなたに聞きたいことがあります。あなたはここに書いてある通り、本当に日本軍の正統例だったんですか？あなたはここに書いてある通り、20万人の一人なんですか？本当なんですか？あなたは一体誰なんですか？もし誰かの意思によってここにいさせられている、誰かの意思によってここで座らされているのであれば、あなたはここにいるべきではない、国に帰るべきですということを語りかけて、書いたんですけども、もちろん物言わずただそうすることによってですね、我々日本人のまあというか一人の、まあ、侍としての、まあ、なんて言いますかね、武士の中で言いますか、そういう形で、私なりの意思を示して帰ってきました。まあ、先ほどのご案内にもありましたが、まず大きな問題ですよ。こういう住民安保像が、ね、まだあと20体ぐらい持ち込まれてるんですよ。20体ってね、ターミネーターの映画じゃないですか。あと20体これを破壊するか阻止するかしなきゃいけないので、まだまだこの戦い続くという。もう一つですね、これに関連する中で、そのやっぱり在米邦人の指定体というの嫌がらせ、いじめのような問題が起きている。でこういうことはむしろ国会議員の方よりむしろ地方議員の方が、いろいろ事情を聞いて、でまあ、私自身も中学高校頃はやっぱり、いじめにあった経験もあるので、まあ、そういう何か経験をお役に立てればなというふうに思っております。役所の方はですね、おそらくトリペントのリサーチしかしてなくて、なんか都市伝説とか事実確認したいというか、結局ですね、ただ報告が上がってこないだけでね、じゃあ現場に踏み込んでですね、ちゃんと現場歩いてた刑事さんみたいにで聞いたのかどうかってことはほとんど日本の役所やってません。まあ、こんなこと言っちゃ悪い、まあ、真面目にしてるやってる公務員もいるんだろうけれども、本当税金泥棒こんな状態続けてる、これではやっぱりダメだと思う。でやはりこういう声をですね、声ない声をちゃんと日本に持ち帰って広めてほしいという保護者の皆さんの声もありますので、こういう事実をきちんと精査をして、皆さんに伝えて、そして国全体としてですね、やっぱり、ね、日本の子どもたちを守りたいと思うじゃないですか。だから在留邦人を守るってことは国家の責任ですよ。もちろんこういう日本の名誉を守る
で日本の名誉を汚すものを、できるだけ排除してっていうこの国家の責任でございますのでぜひですね皆さんと国と共にしてですね、この問題の解決に当たって、一員としてまいりたいと思います。よろしくお願いします。神奈川県の大和市で市議会議員を務めさせていただいております山本千代と申します。ですね、ほとんど、先ほどの松浦先生やあの方々がもう説明された通りなので私は、ちょっと、言い漏らしているようなことをちょっとお話しさせていただこうと思います。で、これ今回見に行くときに、いくつか目に、東洋寺の方で先ほどお話しありましたように筆頭領事の方なんか含めて何人かの公務員の現地の総領事の方々とお話をさせていただいて、そこでやはり感じたのは良くも悪くも公務員だったなというふうに思います。でその方々は本当に悪い日本語を貶めようという意識は全く持ってないというふうに感じました。だけれどもじゃあ積極的にこの日本のために日本の法人を守るためにしっかりとそれこそ、職を通して辞表を叩きつけてでも俺はやるんだそういうぐらいの気概があるかというとやはりそこはちょっとないんじゃないかなというふうに感じました。でもそれは、ある意味仕方ないことかもしれません。でかといってじゃあ自分たちがそれ一生懸命やるんだって思ったとしてもやはり公務員ですから組織の人間ですからどうしても本省の日本の外務省の意向とかっていうものに沿って働かなければいけないということをとなると今の日本は、安倍内閣になって少しは変わってきましたけどどちらかというともういろんな近隣諸国、特定アジアの方ばっかりを向いてそういった国々と何かいさかいが起きないように何か向こうから言っていただいたら分かりますがじゃあ何とかしますかっていうような感じのそういうふうなことなかれ主義といいますかそういった形をやってきてたわけですね。でその本省がそういうところですからその、自殺機関である現地の総領事もやはり動こうと思って動けないかなというふうなことを感じました。でその時に先ほどお話ありましたように、都市伝説じゃないのというような形で言われたつまりそこまで報告が実際行ってないということですけどじゃあなるほどなと、そういう意味では都市伝説の形もあるかもしれないなって私もその時は感じたんですけどその次の日にですね現地のアメリカ日系人の方で日系一世だったかな朝鮮戦争にも従軍をしてちゃんとアメリカ兵としてアメリカのための国益のために命を落とす戦場に赴いたその方が今回の方のベイナパークのところでこれは日本の その慰安婦像を建てるのを阻止するためにしっかりと証言をしてくれたり働いてくれて本当に骨を折ってくださった方がいらっしゃったのでその方とお話をさせていただいた機会があったんですけどその時にその方のお孫さんも実はいじめというかそういったものがあったのでじゃあそれはちゃんと言わなければいけないんじゃないかということをおっしゃったらいや、やめてくれと、そこはおそらく大人の世界とはまた違って子供の世界というのはそういう世界が、日本もそうですけれども子供の中でそういったいろいろあったとしてもそこで親に言いつけると大人に言いつけるということをすればやはりなんであいつはみたいな感じになると思うんですね。それは日本のいじめもそうですしおそらくアメリカのいじめなんかもそうなんですそういったような状況ですからやはりいくら実際にそういった被害があったとしてもそれを日本の総領事館が把握することはこれはなかなか難しいだろうなというふうに感じます。そしてさらに帰国の前に私どもが現地の方々と直接お母さんとお話を聞く時間があったんですけどその時にはやはり実際はあるんだというふうな話をされたやっぱりこれはそういった実態があるんだなといったことを踏まえてしかもそれをなかなかどのように公表すればいいのかっていうのもうまく具合にやればいいのどうやってやり方をすればいいのかわからない手探り状態だというふうな状況だといったことを感じましたのでこの事実をいかに伝えるかっていうのが本当に大変なんだなというふうに思いました。またあともう一つ私ども地方議員ですので地方議員としてどういったことをやらなければいけないのかいうふうなことを考えるときに地方議会では意見書というものを出すことができるわけなんですね。でそれでいい方向に行けば当然日本の我々の日本の政治家ですから日本のために働くといったことをするはずなんですが一部の
一部のといいますか、まあ、地方のある地方議会なんかでは有名なところでは、島根県、あるいは現地の方もおっしゃってた一つの例だったのは一関市、岩手県一関市ですね。こちらの議会でいわゆる慰安婦に対してちゃんと謝罪するような、ちゃんと謝るようにというようなことを、そういった解決を促すように、日本政府に解決を促すような、そういった意見書を出したことで、それをもとに先ほどのコードダウンもそうなんですけど、向こうの方々、アメリカ人の方々は、お前たちの政府も言ってるじゃない、お前たちの地方議会でもそういうふうに言ってるじゃないというふうな論拠にされちゃってるんですね。正しいか正しくないかっていう論拠ではなくて、実際そんな20万のセックスレイブだよ、うんうんっていうのは、これは明らかに嘘なんですね。アメリカの調査でもちゃんとそれはそんな実態はなくて、もう和気あいあいとして、それこそもう慰安婦と言われた方々とも日本兵と結婚したいとか、あるいは高給を取って、当時の日本兵の何百倍っていうような月給をもらってたっていうふうな実態がアメリカの公式の調査である、つまりそれは本当の事実です。それはもう関係なしに日本政府が認めてるんだから、日本の地方機関が認めてるんだ、それはあんたが調査の方は間違ってるんじゃないかっていうふうなことも可能性あるんじゃないかっていうふうに言われちゃうじゃないですか。何より証言の方を彼らは重視したわけですから、日本の側の証言も重視するという形になるわけなので、そういった意味ではこういう、まあ、先ほど身内からうんぬんっていう、身内からいろいろ言われるというような形のものの話例えばありますけど、まさに後ろ玉を打たれるような、そういうような状況というのを変えていかなければいけないというふうに私は感じました。そういった意味では今こういった従軍捏造、従軍案問題を正す日本有事の会というような方々が今日本全国で変えられているというのを開催をしております。こういったことを通してもしっかりとこんな嘘、捏造が世の中に広がっているんだ、今日本の中ではそういったことなんかあまり知られてない分が大変多いんです。それをしっかりと、教科書の教育の問題もそうなんですが、しっかりと実態を伝えて、でさらにアメリカ、今アメリカでどういったことが起こっているのかといったこともしっかりと伝えていって、そして政府も変える、地方議会もしっかりと正していく、そういったことが必要なんではないかという思いを大変強くした次第であります。簡単な雑読な話ですが、私の動画を発表させていただきます。ありがとうございます。改めまして、こんにちは。神奈川町議会議員の上松でございます。私も同席させていただいて、そうですね、皆さんおっしゃった通りでございます。やはり私も少女の像の前で、もうあなたはここにいる必要ないよと、お国に帰りなさいと語ってきました。で、本当に現地の皆さん、日本人の方々、なんとかしなきゃいけないということで立ち上がってくれて、こういうビラを巻いてました。これはですね、売春を立てまつる町グレンデールと、こういうチラシだったんですね。ちょっと過激ですけれどもね、これを一部もらってきたんですけれども、こういう形でですね、本当に日本なんとかしてよっていうことで、私は相対的に感じたのは、この弾は絶対撤回しなきゃいけないと。これがある限りね、日本は全てを認めてるんだというふうに、もう韓国のメディアは認めてるじゃないかってね、日本は認めてるじゃないか、そんなことないって言ってね、ちょっと言い争ったんですけれども、そういうことでこの弾は絶対に撤回しなきゃいけない。そうでないと領土の問題も、全ての問題も世界中から何だかあしらわれてるようなね、日本の立場、しかし日本人というのは素晴らしいなという感じを持って私は帰ってまいりました。皆さんの相対的なこと、全くその通りでございますので、またこれからも皆さんと共に戦っていきたいというふうに思っております。よろしくどうぞ。はい、皆さんこんにちは。千葉県の松戸の歯科人の櫻井修造と申します。11名の中の今日お貸していただいた仲間ということで、やっぱり女性のね、こちらのメンバーすごいですから、やっぱりね、嵐がね、いやこれほどね、プレスでね、マスコミに囲まれるとは思いませんでした。
まあ前に国会議員が3人行って、東大阪市の市会議員も1人行ったんですが、軽く走られるかなというような、まあマスコミも2、3歳ぐらいしかいないかなと思ったら、いやそれだけね、現地の方々がそのいろいろ商工会社の回答をやってたとか、そういったいろいろな立場、また朝鮮戦争の元司令官の方が全部集めましたね。日本のテレビ局全部、テレビ新聞ね、それから韓国のね、メディアもほとんど全部、そしてカリフォルニアの、それからアメリカのっていうので、40名ぐらい行った人に行ったですかね、バスを行ったら、ぶわっと囲まれちゃってですね、もう松浦さん、マイク突きつけられて、こんななっちゃいましたけどね、やっぱりこんなにもね、皆さん、本当にこの話を聞いてて、日本にいらっしゃるということですが、百聞は一見にしかずということもありますが、行ってみて、もう我々、衝撃ですよ。こういうの、今さん、ね、今エネルギーの中でこう思っておりますけど、実際ここに、慰安婦の像があって、そばに、ね、山本ヘルミが言いましたが、アイボズ、あ、セックススレーブ、オブジャパニーズミリタリーという、この火がね、公園の中にあるということをね、やっぱり日本人が見て、私、県の人が見たら、もう震え上がるような衝撃、戦慄ですね。これをね、彼らはやろうと、まあ、一つやって、それを20個ですか、カリフォルニアだけで20体、もう用意してあったんですよ。それをまた全米48州、全部の州にね、日本はこうやったというような日を立てようと計画をしていたそうで、ちょうど一体、ニューヨーク州、ニュージャージーでいて、でカリフォルニアで一つ、まあ、二つ、ちっちゃいものがありましたね。それをまとめに行ったということなんですが、我々、かなりこれもマスコミの方が集まって、大きな一つの活動になったんじゃないかなというふうに思います。やっぱり行ってよかったなと思いましたね。まあ、自分の実費で、行ってきたわけですが、朝鮮戦争の、まあ、あと朝鮮戦争の行った6000人の日系人、マリンですね、海外隊の日系の人は志願して、軍隊の方でも志願して朝鮮戦争に行って、256人の方が亡くなったんですよ。それからリトル東京の名前がね、こう書いてあるんです。でその6000人の中の司令官みたいな人が83歳で、その方がやっぱり軍人さんですから、日本と違って向こうでは非常に尊敬される方が、まあ、ベーラパークのところを市長さん、それから市会議員さんがあって、他のところでやりそうなところを、今のところは抑えられてますね。ところがですね、まだまだ向こうは諦めきれないというような民族性ですから、なんとかね、今このダウは絶対これ帰らなきゃいけないと思いますが、我々帰ってきてこれからお話もするんですが、ただ行ってきてこう抗議してきたっていうんじゃなくて、やはり外務省へ行って、そして最終的に安倍晋三さんにお会いして、向こうの日系人100万人ですよ、韓国系が200万人全体でいるんです。カリフォルニアね、韓国系が30万、日系が25万人いるんです。その在日また日系の子供たちが異常なね、いじめを受けているようです。お母さんが泣いて訴えた方もいらっしゃいましたね。これね、女性の問題ですよ。これね、皆さん力を込めてね、河野さんはしょうがないね、あれ本当に引っ張りたくなります。もう本当に国賊のとんでもない男でございますが、彼の口を開けてね、ごめんな、撤回しますとは言えませんので、ぜひ今度ね、皆さんのあれね、安倍晋三さんに声明を出してもらって、これはもうね、日本の政府発表としてそういう事実はないと、強制することはないんだと言ってる、そういった日を立てることは間違いであると、これを言ってくれないと、これは日本人何のために靖国神社で祀られてるのか、我々のね、父や母、そしてそれぞれのね、我々の絶対やらなきゃいけないことだなというふうに思います。今日はそのことをね、ぜひ皆さんの力で日本を動かしましょうという思いで。参加の方は以上ですが、
ただいたんですが、グレナパークの話をさっき私はしましたけれど、グレンデール市に行った話が誰からも出なかったので、その続きをちょっと話したいと思います。グレナパークでは、まあ、感謝のことということ、それからこの私、日本人魚がどれほど該当するものかと思いましたが、グレナパークでこの、日本人魚の神々いざなめのこととか、神々の、人形の写真集なんですよ。でこれ英語を書いてあるんですよ。それでこれをプレゼントに向こうの市議会に、まあ、前市長さんに渡しましたら、すごく喜んでくださって、私のスピーチが終わった後に、まあ、5人並んでるとこうやって見せて、でこれを心と書いてある日本人の心という写真集をいただきましたよっていうのを発表してくださって、すごく喜んだような感じだったんですよ。それで私何冊か指に持ってたもんですから、これはグレンデール氏の方にも持っていた方がいいなと思いまして、急遽通訳の人にバスの中で、皆様にお会いできなくて残念です。で日本の神々の写真集をプレゼントします。でぜひ日本とアメリカの友好の絆をもっと深めたいというのをわーっと合わせて書いてもらって、私が最後にサインして、それをつけて、バスの中でサインをして、でバスが着いたら、さっきお話ありましたけれど、40人ぐらいのカメラマンとメディアぶわーっとバスを取り囲んでまして、入るのが大変で、女性を先頭にまず5人先頭入って、男性が後からって感じで入ったんですが、狭いところで、でこれが現地の新聞なの、現地の新聞でこんな感じの形が日本とだいぶ違うんですけど、これ現地の新聞で、ここに今日はあるんですけど、なんて言ったの、日本人グループが英語で読んで、でここに、南面家って書いてありまして、ここ開くとここに私たちの写真が2枚載ってるんです。これ現地のグレンデール氏の、まあ、ペーパー、グレンデールって書いてありますね、グレンデールって。ですからグレンデールのアメリカの方、日系の方も全部読まれるところに、ここに載ったということは、私はこれはすごい抑止力になると思います、次のことに対して。でここに写真が載ってるのは、グレンデール氏の市議会では受け取ってもらえなかったんです。なぜかというと、まあ、いろんなことがあって、メディアと政治家とは会いませんということで会いませんでした。でただしもうずっと何度も何度も正式に面会依頼をしてますから、ただし事務局の方がきちっと受け取りますということはもうもらっていたので、それで、まず抗議文、300何人の名前にずっと書いた抗議文と、それから米軍の公文書を入れて、それからお願い文を12月に挙げてましたけれど、そのお願い文はちょっと抗議的なお願いだったので、結局事実をバーッと書いたものですから、その事実も入れたいなということで、それも入れて、で封筒を送ろうとした封筒ももったいないからそこに入れて、ファイルに入れて、それでそれだけを渡すつもりがこの本も渡したんですよ。でこれ絶対に後でね、私に、お人形さんが外交やってくれると思います。その5人の方が見て、多分今頃会わなくて残念だったなと思ってるはずだと思いますが、それでそこではもみくちゃにされながら、まあ、カウンターですから、カウンター越しにその方に渡しまして、必ず5人の渡しますということで、それから、私だけではショックになりませんよね。それで、ハンコ、スタンプもらってみました。ここに、16日の AM9 時53分、9時53分って書いてあります。これ3つもらってきまして、まあ、これは証拠に残っています。ですから、会わなかったよとは、もらわなかったよとは言えない。で、5人の方に渡してきました。でその後、出たら、わーっと取り囲まれて、その、もう何とも言えない、こういう感じで受け入れてないっていう感じでした。で、すごかった。でそれはエルミチャンネルに載ってますから、私がこんなの売れてるから載ってますから、ぜひ見てください。で英語と日本語と両方でやってます。もちろん私は日本語だけですけど、それでその、私もびっくりしたんですけど、現地の方の思いってこうなのかと思いますけど、バスで13人の他に現地の方が3人ぐらい乗ってまして、そしたらバスがこう着く寸前に、今から海行くかが歌いますで、それだからびっくりしちゃったんですよ。と思ったんですけど、彼らたちはやっぱりその先祖というか英霊のことを恥
懐かしめられたというのはとても耐えられないという気持ちがあるので、じゃあちょっと海浮かばしこう静かな音楽じゃないですか。今から敵地に乗り込みますって言ってる海浮かばが歌ったわけだからちょっとっていう感じですけど、でも海浮かばは全員で歌ってちょっとやっぱりなんかほろっときましたけれど、それでバスを降りたって感じです。それで、この写真集を差し上げましたら、まあ、向こうの方がグレンデールの大きい分厚い写真集をいただいて、で、その他にその方とまあコミュニケーションなんとなく豊かなのがにこやかに取れてて、彼がつけてもなかったんですけど、グレンデールのこんなバッジを私にくださったんです。で、私ちょうど、桜のマークのバッジをいっぱい持っていってまして、それがどういうのかというと、ここでもつけてらっしゃる方がいらっしゃると思いますけど、南三陸が流されましたよね。そこに桜を3000本植えようという活動している芸術家たちがいるんです。で、その方たちのところに、まあ、桜の苗木を買うと、私がこのつけてるこの、バッジをくれるんです。で、それが綺麗に箱に入ってるんですよ、1個ずつ。で、その箱ごといっぱい持って行って、向こうにお世話になった方、向こうで賄賂じゃないですけど、その新聞記者、書きそうな新聞記者に書いてあったんですけど、まあ、この程度もいいかもということで、これをすごくその方も喜ばれて、ですごく、まあ、事務局の方ですけど、でも、まあ、アメリカ人と日本人で交流がすごくもうにこやかでしたね。で、それも多分にこやかなのも「みチャンネル」に載ってますのでぜひそれも見ていただきたいと思います。そんな感じで、本当に私たちこんなふうになると思ってはいなかったんですけれど、何かその見えない力に動かされてここまで来たなっていうことをすごく感じます。参道議員がここまで集まるのも本当に信じられない見えない力が動いてるなということ。でも何事も本当になく、嫌なこともないし、まあ、誰も怪我しないし、私よく転ぶ人なんで転びもしなかったしまあ大丈夫で、本当に最後までよく皆さんしっかりやってくださったなと思います。で、やっぱり相手は市議会なの で地方議員だからこそできることってやっぱりあるんだなってことを今回すごく感じました。で、さっき女性の方がって言ってましたけど、ここ女性塾ですよね。やっぱり女性塾がまとまって、地方議員と一緒になってその声明文を出すとかするのは私は効果があるんではないかなと思いますので、また声をかけますので、よろしくお願いします。